そんな真剣な顔をして何を考えているんだ。好きな子への告白手段か。何言ってるんだよ父さん。会社のことに決まってるだろう。最近取締役会の方が騒がしくて、うちうちで徒党を組んだりとかしてるらしいんだ。前回のギャラリーの件も一応なんとかなったけど、裏ではまだ納得してない人間もいる。ま、少しずつやってくれ。お前ならきっとうまく処理できるはずだ。そういえば東さんから聞いたが、最近恋愛の方も順調らしいじゃないか。あ、うん、東さん、今度は何を言ったんだ。はあ、私は実の父親なのに、東さんの方が知っていることが多いとは。どうして私には教えてくれないんだ。別にあえて隠してるわけじゃないって。東さんとは偶然食事中に会って話しただけで、進展とか全然ないから。これ以上のんびりして好機を逃すことになっても知らないぞ。それにいつ彼女を私に紹介してくれるんだ。いや、それはさすがに早すぎるでしょ。まだ見通しも何も立ってないのに、怖がらせちゃったらどうするのさ。どうして怖がらせる。私は虎か何かなのか。一体どんな子が私の息子を食事も忘れさせるほど魅了したのか見てみたいだけだ。それに今の時代、婚約しないと親に会えないわけでもないだろう。いい子なら私も安心できるし、それに私の息子を誘拐したのが誰なのか、父親なら知る権利くらいあるはずだ。父さん、俺、わかったよ。機会があれば父さんにも彼女を会わせるよ。何か言った？
ああ、岩崎さんが言うには米林は最近家族以外の誰とも会っていないらしいから、おそらく自分が捨て駒になったと気づいて焦ったんだろうな。それで手元にある何かしらの手がかりを使って仕方なく俺と交渉しようとしてるんじゃないかな。いや、別にそんなことないよ。ただどう口を開こうか考えてただけ。いや、そんなに難しいことでもないんだけどさ。なんていうか、あんたって年配者と接するのは得意だったりする？いや、そうじゃなくて、その友達の親とか。そうそう、そんな時あんただったらどう思う？気まずくなったりしない？そっか。あ、いや、なんでもないよ。もしもし、どうした？わかった。昼過ぎくらいにはそっちに行く。ああ、急で悪いけど午後には帰ることになっちゃった。米林の方はあんたに任せてもいいかな？大丈夫、委任状を用意しておくから、米林にはそれを見せておいて。彼がもし重要な情報を持っていたなら、公序良俗に反しない限り、すべての要求に応じていいよ。もし迷った場合は、いつでも電話して。午後からはちょっと忙しくなりそうだから、今日は遅くなっちゃうかな。どうせ明日は週末だし、よかったらうちで直接話し合おうよ。裏で動いてる人間の話とか、ちょうど俺も相談したいことがあるからさ。
なら約束ね。それじゃあもう行くから、また週末によろしく。いえいえ、お邪魔だなんて滅相もない。泉家はいつでも弁護士さんを歓迎いたしますよ。しかし本当に残念ですね。せっかく弁護士さんが来てくださったのに、旦那様はちょうど急用ができ、昨夜のうちにお出かけになられてしまったのです。友達の家に遊びに来ただけなんだから、わざわざ贈り物なんて用意しなくていいんだよ。ふんじ、確かに父さんはすごいけど、それほどでもないだろう。俺たちだって所詮は普通の人間なんだから。そうだよ、前に言ってた内通者のことでちょっと相談したかったからさ。ほら、どこで誰が聞いてるかわからないし、早く部屋行こう。ケイボッちゃん、そうなのですか。さあ、次の対策を検討するとしようか。坊ちゃん、弁護士さん、私は先にお昼の準備をしてきますので、何かございましたらお呼びください。昨日の面会で米林から何か重要な情報は得られた？どうしてあなたが？泉様はどちらにおられるのですか？
わかりました。岩崎さんから聞いているとは思いますが、以前に私が警察から逃れられていた理由、それは誰かが裏で助けてくれていたからです。そして無論その人物が事件の黒幕です。ええ、話してもいいですよ。ですが、一点だけ条件があります。私には切り札がないと。あなたは本気でそう言い切れるのですか？ではお願いします。どうか私の家族だけはお助けください。もしあなた方が私の家族を守ってくださるのでしたら、私も知っている情報を全てお話しします。前に贋作を売っていたことで、私は必ず刑務所に入ってしまうでしょう。なので、少しでいいんです。隠れて静かに暮らせるだけの金銭を、私の家族に与えてやってください。依頼人の方に確認しなくてもよいのですか？家族を守ってくださる件、弁護士の方が勝手に決めてよいものなのですか？そうでした。あなたと社長は特別な関係でしたね。事件の裏にいる黒幕はパックスグループの人間、それも経営陣である可能性が高いです。証拠はありませんが、理由ならあります。彼は仕事を手伝ってくれた見返りに、警察の追跡から守ってくれると言いました。そして私は何度か彼の部下にも会いましたが、彼らはよく小声でパックスに関連する議論を交わしていました。重要なのはここからで、彼らは泉様のことをこう呼んでいたんです。社長と。新生計画の一員だった頃に知った話ですが、パックス内部の人間は泉様と彼のお兄さんを区別するため、あえて泉様を社長と呼んでいたんです。
スマホですが、こちらからはかけられない仕様でして、私は連絡が来るまで待っていました。警察の方でも調べたそうですが、彼はいつも違う番号でかけていたらしく、役立つ情報はなかったそうです。彼はボイスチェンジャーを使っていましたので、本当の声は分かりません。ですが、およそ訛りと呼べるものはなく、綺麗な標準語で話していましたね。もしかしたら良好な教育を受けていたのかもしれません。鈴木さんからの内部情報を聞き出し、人事部長のパソコンから個人情報のファイルを手に入れてもらいました。それ以外ですと、ネット上で転送された文章のほとんどを私が書きました。彼らが特定しづらい IP アドレスを用意してくれたので、私はその間ほとんど外出していません。それは私ではなく他の人がやりました。実際に誰が消したのかは分かりません。あなたたちから証拠を奪った後、警察が必ず探しに来ると分かっていたので、私は早めにステラ市から出ようとしました。しかし、その途中で黒い車に呼び止められ、私は偏僻なところにある小さなホテルに連れて行かれました。そして、ボスの仕事を手伝えば警察から逃がしてやると私を運んでくれた方にそう言われました。彼は陰徳に加え、騒ぎが収まり次第、私たち家族を国外へ逃がしてくれると言ったんです。私も誰なのかは分かりません。ただ、私を連れて行った人の中にはいませんでした。それと、彼らの中にはリーダー的な人がいましたが、その人はずっと誰かと音声で連絡を取り合い、指示を仰いでいました。
それで私の家族は？ありがとうございます。前から予想はしてたけど、今の話で改めて確信したよ。首謀者は競争相手じゃなく、パックスの内部にいる。パックスの取締役や先輩社員たちは、確かに俺のことを兄さんと区別するために社長って呼んでるんだ。しかも外での俺は社長というより道楽息子ってイメージだし、いつも周りからは警坊ちゃんって呼ばれてる。まあもちろん世間体もあるし、俺の前では泉様って呼んでくれてるけどね。呼び方だけで決まるわけじゃないけど、それでもほぼ間違いないと思う。それに米林の発言にはもう一つ手がかりがあった。例の監視カメラの映像を消した人についてだ。前に藤崎に調べてもらったけど、映像を削除したのはアルバイトの一人で、事件が起きた時にはもうステラ市を離れてた。どうやらもう少し詳しく藤崎に調べてもらう必要がありそうだな。こんなに眉を潜めてどうしたの？そんなに俺のことが心配？眉を寄せてたらもったいないよ。お姉さん、ほら、戻してよ。まだ難しい顔してるの？なるほど、今のじゃ足りなかったみたいだね。それにしてもお姉さん、ちょっと見くびりすぎだよね。俺がまな板の鯉みたいにじっとしてるわけないでしょ。前にも言ったと思うけど、俺はとっくにパックス内部の人間を疑ってて、最近は藤崎にも取締役会の動向を調べさせてたんだ。だから今度は俺が首謀者にチャンスを与えてやるってわけ。
この会議を開くとしても今からではもう遅いでしょう。ここ最近のクリムソンの発展に比べ、我々パックスはしばらく静かなままです。そうおっしゃるということは、手柴さんには何かお考えがあるのですか？いいえ、私はただ社長の計画を聞く前に一度現状を口にしたまでです。何しろバイオ製薬の分野においてクリムソンは昔からの競合相手ですからね。確かにこの1年で彼らは活動の幅を広げており、市場の優位性も彼らに少しずつ傾いています。ええ、クリムソンはこのところ買収にも力を入れていて、今後は海外への進出も考えているそうです。なので我々も油断せず行動し、彼らに先を越されないようにしていく必要があります。ただ皆さん、焦ることはありません。それについてはすでに私の方で計画を練ってあります。計画ですか？それはどのような？社長はどの国に進出するおつもりなのですか？我々は多くの先進国で市場を開拓していますが、新興国ではまだ対応事業を展開していません。現在新興市場では需要が高まっていて、そこでのシェアを獲得できれば大きな利益につながるでしょう。なので私もバイオ製薬会社を買収し、急成長している新興国での事業展開を考えています。皆さんはどう思いますか？なかなかにいいお考えのようですが、社長、申請計画の不祥事が落ち着いたばかりなので、今動くのは少し危険では？それは杞憂ですよ、手柴さん。杞憂？社長はパックスの最近の株価をご覧になっていないのですか？社長、悪いことは言いません。今は慎重に動くべきです。もしまた失敗した場合、私は取締役会に社長の再任命を提案させていただきますからね。手柴さんに言われるまでもありませんよ。もし次に失敗した時は自ら現職を辞任します。まあ社長もご存知かと思いますが、多少短気なところがあれど、手柴さんなりにパックスの成長を望んでいるのです。
手嶋さん、確かに買収に関してはまだ社長は経験不足ですが、失敗するほどではありませんよ。もし社長の方で人手が必要でしたら、私が何人か推薦しておきます。ええ、手伝えることがあれば私も協力します。流れでそうなっただけだよ。それにあのくらい言っといた方が黒幕を捕まえるのにはちょうどいいかなって。買収の失敗イコール辞任と告げておけば、相手は必ず何か仕掛けてくるだろうからね。あとは向こうが行動さえ起こせば確実に尻尾をつかめるってわけ。当たり前でしょ。それに米林が話した手がかりもあるから、俺たちは二方向から同時に調べられる。だね。唯一リスクがあるとすれば、買収過程でどんな邪魔が入るかわからないってことくらいかな。けど東さんが買収に協力してくれる人を推薦してくれるらしいから、それも大丈夫だと思う。そう、他の取締役の人も推薦してくれたけど、俺が断っておいた。何言ってるのさ、もう十分助けてもらってるよ。それに買収に関する法的リスクとかも再検討してほしいしね。こんなにあんたに助けてもらっちゃって、俺はどうやって恩返ししたらいいのかね。もし俺が本気で身を捧げるって言ったらどうする？ダメ？俺があんたをからかってるかどうかはそのうちわかるよ。もしもし。泉様、お疲れ様です。東さんからのご依頼によりこの度の買収をお手伝いすることになりました、畑野辰樹と申します。お疲れ様です。東さんからも聞いていますので、早速外案に当てはまる会社を調べておいてください。かしこまりました。では泉様の方で何かございましたらいつでもご連絡ください。これで本当に忙しくなるな。
うまくいくといいけど。情報を提供してくれた方によりますと、加賀さんの実家は間違いなくこの村にあるそうですが。まあそう気を落とすなって、まだ半分も探してないんだからさ。はい、加賀さんは20年以上も実家に帰っていなかったそうなので、村の方もほとんど知らないのかもしれませんね。え、どうして？なるほどね。泉家の一族も確かに多いけど、そこまで親しくはないよ。祝祭日には連絡くらいするけど、会うのは年に1回か2回程度かな。時々思うけど、こういう遠くも近くもない関係っていうのが一番面倒だったりするんだよな。人を探してるの？そうだよ。君たちは彼がどこに住んでるか知ってるの？どうしてあんな人を探してるの？もし教えてくれたら
このチョコをあげよう。あの人はこないだ村に来たばっかりで、一番西にある古い庭のある家に住んでるよ。でも、あのおじさん怖いから。気をつけてね。よし。なんだ、さっきも静かにしろって言っただろ。遊びは別のところでしろと言ったよな。って、あ？誰だあんたたち。一体何の用だってんだ。てか誰なんだよあんたたちは。加賀さん、ギャラリーで監視カメラの映像を消したことまだ覚えてますか。か、監視カメラの映像な、何の話だ。そんな前のこと俺は覚えてない。いや、別に協力したくないわけじゃないんだが、あれは確か、そう、うっかり消しちゃっただけなんだ。本当にただのアクシデントなら、どうして自分から辞職したんだ？しかも、こんな遠い場所にある実家まで戻るなんて。俺がミスをしたことで、その処罰されるのが怖かったんだよ。何十年も働いてきたんだ、少しくらい休んだっていいだろう。加賀さん、俺たちの調査に協力してくれるなら、あなたが受け取った報酬の2倍の額をお渡ししますよ。なんだって。
誰があなたに映像を消させたのか、それを教えてくれたら彼らの2倍の報酬を差し上げると言ったんです。それはこの機会を逃せば当然次はありません。加賀さん、よく考えてみてください。わかったよ。あんたたちは何が知りたいんだ？その通りだ。映像を削除するだけなら簡単だし、相手が提示した報酬も多額だったからな。俺が誤作動だと言い続ける限り、相手に証拠をつかまれることはないと奴らに説得されたからな。そもそも、あんな高額な報酬を前に断れる人間なんていないだろう。ああ、最初は若い男だけだったが、2回目は中年の男もいたよ。そうだ。初めに会った若い男がまず報酬の半分を渡してきて、映像を消した後でもう半分を中年の男から受け取ったよ。ではその取引を行った場所はどちらですか？北区にある喫茶店の裏口だ。そこに監視カメラの類はないぞ。奴らは常に足がつく行動を避けていたからな。自分で言ってみればわかる。いや、二人とも帽子とマスクをしていた上に街灯もなかったから顔はよく見えなかったよ。なら鉛などは？顔が見えなくても話してる時の鉛くらいならわかりますよね。若い方はなかったよ。年上の方はほとんど喋らなかったからわからん。別に一言も喋らなかったわけじゃないし、そいつは明らかに足の運びが悪かったからな。それに若い方の男が終始そいつの前で低姿勢だったから、自然とそいつがボスなんだと思っただけだ。そうだ、思い出した。あのボスにはもう一つ、小指に指輪をつけてるっていう特徴があったな。
小指に指輪、それは本当ですか？ああ、銀の指輪だ。この目ではっきりと見た。周りが暗かったと言ってましたが、どうしてその相手が銀の指輪をしてると分かったんですか？当時の状況を詳しく教えてください。当時は喫茶店の裏口にいたと言ったろ。そこのドアはうちのと同じくらいの大きさで、上に小さなランプがついてたんだ。話が終わった後、奴らはドアを押して中に入っていったんだが、ちょうどその時、彼の小指につけてた指輪が明かりで見えたんだ。その指輪が銀製だという確信があるのですか？もちろんだ。ランプに照らされてあそこまで眩しく光ったんだ。間違いなく銀の指輪だよ。それに、どうしてこんな金持ちが銀の指輪なんてつけてるんだって、あん時も思ったくらいだからな。だって、普通なら少なくとも金以上のものをつけるもんだろ。わかりました。いや、話せることはもう全部話した。わかったよ。それなら、そこのお兄さん、話は済んだんだ。その、藤崎、彼に約束のものを渡せ。へへ、ありがとうございます。まあね、その通りだよ。より正確に言うと、それはあんたも知ってる人で、ファックスグループの取締役、東空だ。東さんは泉家と大変親しい間柄で、坊ちゃんも子供の頃から彼にはお世話になっていました。ケイ君、君たち兄弟の仲がいいことは私も知っているが、パックスの社長は君なんだ。兄の評判が良すぎたところで、君にメリットはない。大丈夫だよ。東さんはああいう人だから、いつもこのぐらいはっきりものを言うんだ。それに、今のも俺のことを思ってのことだと思う。パックスを引き継いだばかりで、芸術品市場を開拓するのは、いろいろとリスクが高すぎるってさ。
そうだよ。それにピンキーリングには独身主義を示すっていう意味もあるから、つけてる人は限られてくる。東さん、東がピンキーリングをつけていたのは亡くなった奥さんを悼むためだった。東の奥さんが亡くなってから彼は一度も再婚していない。子供もいない彼は仕事に打ち込み続け、これまでもたくさん父さんを助けてきた。正直、彼が首謀者だなんて俺は信じられない。だから決定的な証拠が見つかるまで俺は結論を出したくはない。あるいは誰かに濡れ衣を着せられたのかも。だから決定的な証拠が見つかるまで俺は結論を出したくはない。けど藤崎は加賀にたどり着くまでにかなり苦労してた。もし濡れ衣を着せるつもりだったらそこまで隠蔽するか。それもそうだね。なら今度は藤崎に加賀が話してた喫茶店に行ってもらって、東が北区に出入りしてたかどうか調べてもらおう。今日は一日忙しかったから、お姉さんも早く休みなよ。藤崎からもらった資料をもう少し読んでおきたいから、それが終わったら寝るよ。はいはい、分かったから。お姉さんは早く行きなよ。明日の飛行機に遅れるとまずいからね。
大丈夫、もうちょっと資料を読んでたいから。そんなこと言うわけないでしょ。最近嫌なニュースばかりで気がめいってたけど、今はそうでもない気がするよ。わかったよ。でも悪い夢を見るのも怖いから、お姉さんには子守歌を歌っててほしいかな。お姉さん、俺、寝ちゃってた。うそ、全然気づかなかった。お姉さんの子守歌が聞いたのかな。ここ数日で一番気持ちよく寝れた気がするよ。
それに珍しくいい夢も見れたしね。青い空と白い雲の下、俺たちは芝生の上で横になって暖かい日差しを浴びながら眠りについた。そんな夢だったかな。あ、それと確か誰かに顔を触られてたような。それで目が覚めると、俺はあんたと一緒に買い物に出かけてて、俺もなんでかよくわからないけど周囲からじっと見られてたんだよね。でその日の俺がかっこよかったんだなってそう思うことにしたんだけど、買い物が終わって家で鏡を見た瞬間、顔に落書きされてることに気づいたんだ。ひどいよな、ほんと。後で分かったんだけどさ、その落書きは先に目を覚ましたあんたの仕業だったんだよね。しかも俺が恥をかくまで黙ってたんだよ。ひどくない？どうして？あんたがいるならどんな夢だろうと全部いい夢だと思うけど。もちろんお姉さんのいたずらくらい俺は喜んで受け入れるよ。坊ちゃん、弁護士さん、そろそろ降りる準備をしておいてくださいね。行こう、先に家まで送る。お帰り。夕食がまだなら一緒に食べよう。ただいま。父さん、東さんってどんな人だと思う？東さん？そうだな、おそらく執念深い人だ。その点で言えば私によく似ている。父さんは東さんを信頼してるのか？信頼という言葉はあまりに重すぎる。自分の家族以外、私が完全に信頼している人間はいない。東さんは私の良き仲間であり、良きパートナーだ。それ以上でも以下でもない。私はつくづく、お前がお前の兄よりも私に似ていると思っている。ヒロは優しくて素直すぎるから、理性的なお前のように喜怒哀楽を胸に秘めるようなことはなかった。大概の人は
他人と利益でつながっているものだ。よって商売絡みで友情が破綻することも珍しい話ではない。よく分かったよ。私たちのような立場の人間にとっては、もはや善悪の間に明確な境界線はないに等しい。だからこそ、血のつながった家族だけが常に味方でいてくれると信じられるんだ。だが、お前が私に影響される必要はない。人を信じられるかどうかは、結局、お前自身が決めることだからな。ああ、お姉さん、待ってたよ。早く入って。畑野辰樹、アズマが推薦してくれた彼の部下で、買収戦略を立ててくれる協力者だよ。畑野は腕の確かな人材で、わずか数年で数多くの大型プロジェクトを成功させてきたんだ。ああ、あんたを呼んだ理由の一つがそれだよ。畑野は良さそうな買収先をいくつか選定してくれて、大まかな買収案も練ってくれた。で、その資料がここにあるから、何か潜在的なリスクがないか見てくれ。畑野を間に挟むと何かと不安だから、まずはあんた一人で確認してほしい。そんなでもないよ。ただちょっと雑用が多くてさ、
気づいたら深夜になってるんだよね。その2時とか？嘘じゃないって。そんなこと言われたら俺でも傷つくよ。降参するよ。だいたい4時に寝てました。ごめん。今後は気をつけるから安心して。こないだはいろいろと事情が重なっただけで、今日の仕事が終わればゆっくり休めるから。坊ちゃん、入ってもいいですか？ああ。昨日いただいた畑野さんが選定した会社についてですが、まだ詳細を調べきれていないものの、やはり問題が見つかりました。どういうことだ？資料上では問題がないように見えるのですが、実際に調べてみたところ、技術担当の主要メンバーたちが会社に強い不満を抱いているようです。またそんな主要メンバーたちの転職問題だけでなく、ここ数ヶ月は株主の方にも若干の変化がありました。ですが畑野さんの報告書にはそういった情報は一切記載されておりません。藤崎、悪いがこれらの会社をもう少し詳しく調べておいてくれ。俺たちも代案を用意する必要がありそうだ。それと東の足取りを調べるのと並行して、ついでに畑野の動向も探っておいてくれ。特にここ数日で北区に行ってたり、東と会ってたりしてないか、よく調べておいてほしい。かしこまりました。あ、それはそこまで急ぎでもないから、あんたは自分の仕事を優先してていいよ。
弁護士さん、こんばんは、東です。急なことで申し訳ございませんが、明日お時間をいただけますか。少しお話ししたいことがありまして。ありがとうございます。では明日の昼12時にテミス法律事務所の隣にある喫茶店でお会いしましょう。もしもし、弁護士さんですか？驚かせてしまいすみません。実は坊ちゃんは買収の件で何日も徹夜しておりまして、今ようやく眠りについたところなのです。それで何か急な要件でもありましたか？弁護士さん、単刀直入に聞きますが、あなたの中で K 君はどういった存在なのでしょうか？なるほど。では次の質問ですが、弁護士さんは今後 K 君とどういった関係になりたいのですか？はっきり言いましょう。弁護士さんと K 君は今後仕事上では良きパートナーになれる上に、仲の良いご友人にもなれるでしょう。ですが恋人関係になるべきではありません。
ケイ君にとって将来の一番いい選択は、条件がふさわしい旧家のご令嬢と結婚することです。もちろんケイ君の意に背くつもりもありません。結婚式を挙げてこそいませんが、彼の兄であるヒロ君もすでに旧家のご令嬢と婚約しています。そして二人は家柄もそうですが、何よりお互いが意気投合しております。なので彼らの意思を尊重した上で、両家にとって得のある結婚と言えるでしょう。ケイ君には選択肢が多く、いずれ気に入ったご縁を見つけるでしょう。あなたとの関係も良好かもしれませんが、それは一時の衝動に過ぎません。もしこのまま関係を発展させてしまった場合、あなたたちはおそらく長く辛い結婚生活を強いられることになるでしょう。そうなった時、二人は必ず後悔することになる。それはどういう意味ですか？どうでしょうね。何せケイ君は友達が多いですから、彼なら。なるほど、さすがは弁護士さん、お上手ですね。今の若者たちはどうしてこう人の話を聞こうとしないのか。話は以上です。ですがこのままいけば最後に辛い思いをするのはあなたたちだと、それだけは言っておきますよ。
私の指輪がどうかしましたか？ケイ君から聞いたのですか？そんなことまで話していたとは。やはり彼の君に対する態度は普通じゃありませんね。では、彼がそのことを話したとき、私の妻がどうして亡くなったのかも聞きましたか？私の妻は心労がたたってうつ病となり、自ら命を絶ってしまったのです。若いのにここまで自力でやってこれたあなたは確かに優秀です。しかしあなたはケイ君と全く違う環境で育っているので、上流社会の複雑な人間関係に慣れていません。そんな状態で急に負荷が加わったらきっと押しつぶされてしまいます。社交を重視する上流社会では人脈こそが無形の財産となり、数えきれない便利な扉を開いてくれるのです。なので、妻は私と結婚してから頻繁に会合に参加することになり、周囲の奥方たちと親交を深めようとしてきました。ですがその間、彼女は陰で嘲笑され、虐げられていたのです。彼女が普通の生まれだったからですよ。世の中の人々は平等ですが、それは人格に限った話です。人の社会的地位はいつだって他人の判断に委ねられています。彼女をどう救ってやればいいのかも分からず、私はただ仕事の合間に短い言葉をかけてあげることしかできませんでした。それに加えて各分家までこちらの弱みにつけ込み、常に私たちの利益を奪おうとしてくる始末で、妻はそんなストレス下で長い間生活をしていたせいで、ますます体調が悪化していきました。なのに、肝心の私は仕事を理由にして、ろくに彼女のそばにもいてやれず。
その指輪が銀製だという確信があるのですか？もちろんだ。ランプに照らされてあそこまで眩しく光ったんだ。間違いなく銀の指輪だよ。もう随分と古く見えるでしょう。この指輪はかなり昔に妻が送ってくれた私の大切なものなのですが、少し前に不注意で汚してしまい、いくら洗っても黒ずんでしまうようになったんです。まあ私にとっては指輪が傷つかなければ大した問題ではありませんがね。それは何かの見間違いだと思いますよ。その時にはすでにこうなっていましたから。専用洗剤を使うと表面が腐食してしまいますからね。もう輝くこともないですが、これ以上傷つくのは避けたかったので。とにかく K 君と全く違う環境で育ったあなたは、今はまだその負荷を実感できないかもしれませんが、今後さまざまな宴会に出席するようになれば、スポットライトを浴びながらセロンのストレスに耐えることになるんです。現実はドラマと違い、良い結末ばかりではありません。最初から悲劇だと分かっているのであれば、早めに終わらせることも一つの手です。私が言うべきことは全て伝えました。なのであとはあなたが決めてください。当時は喫茶店の裏口にいたと言ったろ。そこのドアはうちのと同じくらいの大きさで、上に小さなランプがついてたんだ。話が終わった後、奴らはドアを押して中に入っていったんだが、ちょうどその時彼の小指につけてた指輪が明かりで見えたんだ。それでは弁護士さん、私はこれで失礼します。
もしもし。おお、あん時の弁護士さんか。今度は何の用だ。指輪？前に銀の指輪だって話したと思うが。そんなの覚えてないよ。柄になんて興味ないし。ああ、そうそう。あれは見るからに眩しくて綺麗だったからな。おかげですぐに気づいた。自慢じゃないが、俺は金目のものに関する嗅覚は鋭いんだ。弁護士さん、それはちょっと難しすぎないか。そんなの誰も覚えてないよ。そうだな、右手だったような気がするな。保証はできないぞ。何せ当時の俺は金のことしか頭になかったからな。あ、そうだ、金をくれた若い男、あいつは左利きだったと思うぞ。なあ、今は思い返してみたが、あいつは金を左手で渡してきてたからな。ああ、俺だよ。ごめんね、お姉さん。今起きた。うん、こんなに寝たけど、正直まだ眠い。あ、そういえば昨日電話くれてたみたいだけど、何かあった？いいよ。じゃあ家で待ってるね。お姉さん、早かったね。いや、違うよ。お姉さんに会うのにパジャマのままじゃいられないでしょ。ほら、こっちに座ってよ。悪いけど眠気が飛ぶまでもう少し付き合って。
お姉さん、なんだかそわそわしてるね。でも、ベッドの上に座ってるっていうよりも、どちらかというとサボテンの上に座ってるみたいだけど。俺のベッドってそんなに居心地が悪い？あんたの姿勢、整いすぎじゃない？オズマ、彼がどうかしたの？何のために？つまり、加賀が見た人は東じゃないかもしれないってことか。それに関しては、東の行動記録や宝石店の洗浄記録などを調べればいくらでも確認のしようがある。それよりも俺が今気になったのは、指輪がどっちの手につけられてたのかって話だ。どうやら東に濡れ衣を着せようとしたやつは肝心なところで左右を間違えたようだな。畑野が提案した会社に問題があることと契約書に穴があることは判明したけど、彼がギャラリー事件にどう関わっているのかはまだわからない。聞き手？そういえば執務室に入る時も、何か物を取る時も、あいつはいつも左手を使ってたな。ひとまず今は藤崎に連絡して、現状の調査がどうなってるのか確認しよう。坊ちゃん、どうかされましたか？藤崎、前に畑野と東の足取りを調べてもらってたが、その後何か進展はあったか？はい。東さんの足取りはつかみづらかったですが、基地の情報によりますと、彼は北区には行ったことがないそうです。最近向かった主な場所としては、バックス、パーティー会場、それから自宅の3カ所だけになります。ちなみに、具体的に何をしていたのかは不明ですが、東さんはここ2ヶ月、市内の宝石店にも通っていたみたいです。
ああ、わかった。宝石店の方は俺も把握してるから、そっちは自分で調べてくる。かしこまりました。波多野の方はどうだった？周囲の人によりますと、彼は社交的で人付き合いのいい方だったらしいですが、ここ最近は全く同僚たちの集まりに参加していないそうです。また彼は北区に詳しい数名の方に北区にあるバーや喫茶店の情報を聞き込んでいたらしいです。波多野さんの家は北区から比較的離れた米南区にあり、普段はあまり北区に近寄ることはないと一部の同僚の方が話していました。なら彼は北区に行ったことがあるのか？それはいつ？はい、彼の部下の一人が北区で会ったことがあるそうで、時期はおよそ2ヶ月ほど前ですから、ちょうど監視カメラの映像が紛失したあたりですね。そうか、わかった。これで波多野の容疑はほぼ確定だな。それも、東の指輪が黒ずんだ時期を調べれば、おのずと答えが出てくるはずだ。よし、早速出発しよう。もちろん、東がよく通ってる宝石店だよ。例の指輪に何が起こったのか、俺が直接調べてやる。お姉さん、俺を誰だと思ってるの？東がVIPなら、俺は超VIPだよ。
泉様、こちらは最新の限定品で、いずれも斬新なデザインをしております。きっとお嬢様にもお似合いですよ。確かに良さそうですね。それじゃあ全て包んでください。こんなに可愛いあんたのためなんだ。いくら買ったって足りないくらいだよ。それにこの程度の金額、俺からしたら大したことないしね。お嬢様、これらはすべて限定品ですので、他の方が買おうと思ってもそうそう買いませんよ。いいからいいから、俺が買うって言ったら買うの。ありがとうございます。ではお包みいたします。ところで東さん、東空さんは最近もよく来てるんですか？東様ですね。はい、この間も何度かいらっしゃいましたよ。好きな人でもできたのかな。彼が宝石店に通うなんて前じゃ考えられなかったんですけどね。そうではありませんよ。東様はただ指輪のお手入れに来られただけですから。指輪？彼がいつもつけてる銀の指輪のことですか？はい、その日東様の指輪をお預かりしたのも私で、東様は確かに普段から身につけている銀の指輪のためにいらしておりました。東様がおっしゃるには、その指輪はとある温泉に落としてしまったそうです。温泉には銀の光沢を落としてしまう種類もあり、東様の指輪はすでに黒く変色していました。それはいつ頃のことですか？2ヶ月くらい前でしょうか。東様も相当焦ったご様子で、指輪を元に戻す方法を探しておられました。そういえば確かに最近東さんが黒っぽい指輪をつけてたような気がします。ですが東様はあの指輪をとても大事にされていましたので、銀製品用の専用洗剤を使うこともできず、私たちも可能な限り手を尽くしましたが、もう元に戻ることはありませんし、近いうちにまた黒く変色してしまうと思います。なのでおそらく東様は今後も当店に通われることになると思います。Thank you.
わかりました。ひとまずこれらの包装をお願いします。今日は時間も遅いから、行ったり来たりしてたらあんたが疲れちゃうでしょ。それともお姉さんは俺の家に泊まっていきたいの？だね。指輪を汚したのが2ヶ月前なら、加賀と取引した際に指輪が光るはずがないからな。それに、あの店員さんが言ってた温泉なら俺も知ってる。東さんはつい最近までパックスのリゾートホテルのプロジェクトに携わってたからな。はぁ、本当によかったよ。最後まで調べた挙句に、結局嫌な結果が待ってたらって、ちょっと不安だったんだよね。ああ、波多野の人間関係、もう少し詳しく調べないとな。前に彼の就職後の履歴を確認したけど、そっちは特に問題なかった。となると、次は就職前の情報を探ってみるか。ん？どうした？随分とことが進展したってのに、
なんで浮かない顔をしてるの？そんなに心配してくれるなんて嬉しいよ。俺さ、多分もう慣れちゃったんだろうな。それより、泉家の屋敷にどうしてあんなに人が少ないのか、あんたは気にならない？泉家の屋敷に使用人が少なく、かつ昔から働いてる人が多いのには理由があるんだ。実は俺、小さい頃に死にかけたんだ。まあそう怖い顔しないでよ。俺は今こうして元気なんだから。あれは5歳くらいの頃だったかな。俺は何歳か上の子にいたずらで家の地下倉庫に閉じ込められたんだ。相手は泉家の分家の人間でさ、多分俺の取り巻きでいることが気に食わなかったんだろうな。それで地下倉庫には強力な冷房装置があって、俺は夏服しか着てない状態で数時間そこにいたんだ。幸いにも兄さんが俺を見つけて助けてくれたけど、あのままだったら俺は凍死してたかもしれない。
小さい頃さ、俺はガキのいたずらで似たようなところに閉じ込められたことがあるんだ。暗くて湿っぽくてすごく居心地の悪い場所だった。だから言うなればトラウマみたいなもんだね。別に大したことでもないから情けなくて言えなかったってわけ。その当時、俺は同級生に舐められてたんだよ。捨てらしから一度も出たことがないやつだってね。それは、傷つけられるのが怖かったから、かな。ああ、長い間、父さんも兄さんも他人に面倒を見てもらうことが心配だったらしい。あの事件の後、父さんは当時俺の世話をしてた使用人を全員クビにしたし、いたずらをした子供の一家にも泉家への出入りを禁じてた。その時、解雇された使用人は俺にこう言ってたよ。母親を殺した疫病神ってね。多分その頃からかな。俺はだんだんと分かってきたんだ。人と人のつながりなんて、所詮は脆いものなんだって。信頼なんて紙みたいなもので、軽く引き裂けば、簡単に壊れてしまう。これまで俺はそばにいる友人を信頼してた。困った時には助け合える仲だと信じてたんだ。でも俺が現実に絶望していた時、彼らは結局俺から離れていった。人は本能的に利益を選び、リスクを避ける。本心から約束を交わしたとしても、現実の壁に立ち向かうことは難しい。ならお姉さん、これからはもっと俺のことを褒めて、俺に前に進む力を与えてね。俺にもわからないんだよね。けど多分あんたが他の人よりも見透かされやすいからじゃないかな。正直に言うけど、あんたみたいにバカ正直な人、俺は久々に会ったよ。
冗談だよ冗談。そう真剣にならないでよ。最初はさ、あんたが俺に何も求めてこなくて、それでいて正直だったからだよ。で、一緒に N2X で仕事するようになって、共通の理想とか目標を知った。その結果、あんたなら仲間を売ったりしないって思えたんだ。ただ真面目にそう答えてみたけどさ、具体的にいつからあんたを頼るようになったのかは俺もよくわからないんだよ。多分いつの間にか無意識に抑えられなかったんだと思う。そうだよ、あんたはそれをただの信頼だって思うかもしれないけど、そういう信頼だってある種心の拠り所みたいなものでしょ。俺はさ、いろいろなことを経験すればするほど俺たちの間にある信頼が貴重なものなんだって。絶対に手放したくない。いや、なんでもない。ちょっと感慨深くなってただけ。どうしたの？もうお腹いっぱい？そっか、なら先に家まで送るよ。こっちはまだ調査内容を藤崎に伝える必要があるからね。俺が一度送ったプレゼントを受け取るわけないでしょ。なら他の女の子にあげちゃってもいいの？
いい子いい子。あんたか。どうしてここに？ケイ君、早く行きましょう。おじさまもずっと待ってるわ。彼女は泉家のケイ君のフィアンセです。君のような一般人では将来ケイ君の役には立てません。なのでもう彼には近づかないでください。行こう。どうしたの？悪い夢でも見た？お姉さん、夢の中でずっと俺の名前を呼んでたよ。中層ヤム。昼間に俺のことばっかり考えてるから夢にも出てきたんじゃない？まあまあ恥ずかしがらなくていいよ。俺も同じでずっとあんたのことを考えてたからさ。実はずっと前から言いたかったんだ。俺はあんたのことが好き。
もしもし、俺だけどさ、藤崎が一晩中調べてくれたおかげでようやく手がかりが見つかったよ。畑野の家庭は経済的に余裕があったわけじゃないけど、彼は大学時代に二度も海外へ留学に行ってたらしい。藤崎が調べたところ、畑野は当時1対1の支援を受けていて、そこで海外留学の機会を得ていたことが分かった。それはまだわからない。畑野はとある慈善プロジェクトを経由して支援金を受け取っていたから、パトロンは判明してないんだ。けどそのプロジェクトの責任者が兄さんのフィアンセの知り合いだったから、彼女に話し合いの場を設けてもらう予定だよ。とは言っても詳しいことを教えてもらえるかどうかはわからないけどね。向こうはスケジュールがかなりタイトらしいから、俺はもう行くよ。それじゃ、結果が出たらすぐに連絡する。これくらいのことなら一人で十分だから、あんたは連絡を待ってて。社交を重視する上流社会では、人脈こそが無形の財産となり、数えきれない便利な扉を開いてくれるのです。ケイ君にとって将来の一番いい選択は、条件がふさわしい旧家のご令嬢と結婚することです。
なたはこの歌がお好きなのですか？まだお若いのにこのような古い歌がお好きだなんて珍しいですね。お上手ですね。私はもう31ですよ。私ですか？私は特に好き嫌いはないですね。ただ好きな相手がこういう古い歌をよく聴いていたので。私がどうして一人で来ているか気になりますか？なんと言いますか、大切な時間や後悔などの感情は本当に失ってから気づくものなのですね。考え事があるようですが、それは誰のために悩んでいるのですか？なるほど、そのお友達の方が好きなのですね。そうですか。ではどうして顔を赤くしているのでしょう？でしたら自分の一番純粋な気持ちに向き合うべきですよ。好きなら好きで、せめて後悔しないようにするしかありません。私ですか？もちろん私も諦めませんよ。ずっと彼を待ち続けると決めましたから。それでは私はお先に失礼しますね。あなたはどうぞごゆっくり。すみません、彼女の一杯も私が支払います。いえ、おごらせてください。似たような境遇、これも何かのご縁だと思いますから。
弁護士さん。それが相手方が断固としてパトロンの情報を教えてくれなかったので、私と坊ちゃんはそのまま帰ることになりました。ですが私たちは他の情報を入手しました。どうやら波多野さんはここ2ヶ月ほどこのバーに頻繁に出入りしているそうです。そして波多野さんが今日もここの個室を予約していることを知り、私と坊ちゃんは急遽駆けつけました。坊ちゃんは今上の階におりますから、どうぞこちらへ。それはもちろん、波多野が誰と会って何を話してるのかを確認するためだよ。一般的には知られてないだけで、このバーのオーナーは兄さんのフィアンセ、俺のお姉さんだからね。つまり俺は波多野がどの個室にいるのかもわかるし、監視カメラだって確認し放題ってわけ。まあそうとも言えるかな。お姉さん、お酒でも飲んでたの？疲れてるかもと思って邪魔しないようにしてたのに、一人で酔っ払ってるなんてひどいよ。ならしっかり立っててよね。ふらふら歩いてたらまた指で弾くから。今朝お姉さんと一緒に事前プロジェクトの責任者に会いに行くって言ったでしょ。そうだね。でもお姉さんが波多野の資料を見た時、波多野のことを思い出してくれたんだ。
それもお姉さんの長所の一つでさ、彼女は記憶力に優れてるんだよ。特に見込みのある客に関してはね。波多野はこの2ヶ月間頻繁にバーに通っていて、しかも毎回高級個室を予約してるから、お姉さんも彼のことをぼんやり覚えていたらしい。それで部下に軽く調べてもらったところ、やっぱり波多野だったってわけ。本当にね、最近は特にひどい目に遭ってたから、神様が見るに耐えなくなって助けてくれたのかも。ただ一個だけ不審な点もあってさ、波多野はアルコールアレルギーだからお酒なんてほとんど飲まないはずなんだよね。彼は PAX グループの取締役、五十嵐リヒトだよ。五十嵐さん、頼まれていた書類は全て用意できました。持ってきているのか。どれ、見せてくれ。はい、こちらが問題会社の実際の財務諸表と近年の赤字の詳細になります。これらの書類を提示すれば、関連会社が買収に値しないことを証明できるでしょう。そして社長は意思決定者として必ず責任を問われることになり、約束通り辞任するしかなくなると思います。二十歳そこらの若造がようやく自分の体現に対価を支払う時が来たようだな。五十嵐さん、この件が済んだらあなたに借りた恩は完済となります。社長が辞任したら私もその責任を免れません。パックスでの道は完全に閉ざされます。そして今後、私たちはそれぞれの道を歩むことになり、あなたも私を必要としなくなります。これからもついてくるというなら、私がまた他の仕事を手配しよう。何、別に難しいことではない。いえ、結構です。それよりも五十嵐さん、あなたはすでにこんなにも高い地位についているというのに、どうしてまだこのようなことを。それにパックスグループは泉家のものです。これからもそれは変わらないでしょう。なんだ、
私のものにならないとでも言いたいのか。人はいつも表にいる英雄を称えるだけで、同じように困難を耐え抜いた側近を覚えようともしない。ましてや、あんな若造に甘い汁を吸わせるなど言語道断だ。彼の気持ちはわかるけど、バックスを譲るつもりはない。それに俺の父さんや泉家がいなければ、彼が今のような権力や富を持つこともなかったはずだから。安心してよ。波多野のことは前から警戒してるからさ。あいつらの計画は、俺が必ず阻止してやる。本日の会議では、買収の詳細と、パックスの今後の方針について議論させていただきます。こちらで具体的な買収案を練ってみましたので、お手元の資料をご覧ください。最初は皆さんがおすすめしてくれた会社に注目していましたが、一見して良さそうに思えた会社も現地の政策上のトラブルなどが原因で実のところ衰退していることが判明しました。それらの会社はブランド力も現地で大幅に落ち込んでいて、評判も悪くなっています。なので今は現状で資金力を必要とし、かつ技術革新を重視した企業に目を向けようと思っています。そこで現在勢いのある会社をいくつか私が選定しておきました。もちろんそれらの会社はいずれも特許を保有していて、今後の成長が期待できます。なるほど、この方向性でしたら私も正しいと思います。やはり社長はいい目をお持ちですね。私も本件に対して意見はありません。ただ市場を広げることも重要ですし、今後はクリムソンに遅れを取らないようにしていきたいですね。ごもっともです。現地での政策が固まり次第、状況に合わせて市場を広げていきます。わかりました。それであれば問題ありません。五十嵐さんはどう思われますか？私も異論はありません。わかりました。では決まりですね。今日の会議はこれで終了とします。皆さん、お疲れ様でした。私に何かご用ですか？
五十嵐さん、この映像に見覚えはありますか？社長、これはどういう意味ですか？それに、私たちの雑談にホームの膨張が必要なのですか？五十嵐さん、そう警戒されなくても大丈夫ですよ。彼女はレコーダーの類など持っていませんし、ただ私の友人としてこの場にいるだけです。話を戻しましょうか。五十嵐さん、この映像について何か説明したいことはありますか？なるほど。会議で社長が予想外な行動に出たのもこれで納得がいきましたよ。ですが、一つだけわかりませんね。社長はどうしてあの場で私を晒し上げなかったのですか？五十嵐さん、私はパックスグループの社長ですから、グループ全体のことを考えなくてはなりません。あなたを晒し上げることに何のメリットもないのに、どうして私がそんなことをすると思うのですか？なるほどですね。それで社長は私をどう処分するおつもりですか？それはあなた次第ですよ。繰り返しますが、私はパックスグループの社長です。私の意思決定は全てグループ全体の利益を優先した上で行われます。それはあなた次第ですよ。あなたはパックスグループの元老であり、保有している株も議決権も小さくない。そんなあなたを処分するなんて滅相もありません。それに私にそんな資格はないでしょ？どうやら私は社長を誤解していたようですね。以前あなたが手柴さんに刺激されて大仰なことを言ったとき、私はあなたがプライドのために動いている人間だと判断しました。ですが、さすがはあの泉清則の息子ですね。まだ21歳だというのにそこまで気が回るとは。この度の買収戦略も大変素晴らしいものでしたよ。では、映像は私が預かっておきますね。
五十嵐さんもお忙しいと思いますので、これで以上とします。ただ最後に一点だけ。あなたの地位はパックスによって得られたもので、パックスが滅びれば消えてしまうということを肝に銘じておいてください。私に何をしようとも、パックスに危害を加えることだけは許されません。あなたに言われるまでもありませんよ。社長、まだ先は長いですからね。彼が自分から辞職するなら、彼がやったことを暴くつもりはないよ。ただ彼が何食わぬ顔でパックスに居座るつもりなら、俺は彼のしたことを公表して解雇する。五十嵐はパックスグループの取締役で株主の一人でもある。彼に何かあった際、グループ全体に与える影響力は小さくない。それにまだ新しい取締役選挙の時期でもないから、映像を根拠に退陣させるにしてもタイミングが悪い。あと彼には側近も多いから、権力を一挙に奪うことも難しいんだ。だね。もし仮に彼が取締役会を脱退すると宣言すれば、それはそれで安定してたパックスの株価はまた揺れ動くからな。なんでそう思うの？やるじゃん。こんなに早く気づくなんて、あんたも商売の素質があるかもね。Thank you.
だってお姉さんの得意げな顔が可愛かったんだもん。ん？ただ何？大丈夫？最近よくぼーっとしてるけど、一体何を考えてるの？もしかして、俺がそこそこの顔をしてるってことにようやく気づいたとか？もう帰っちゃうの？まだご飯も食べてないのに。そっか、なら仕方ないね。早く帰ってゆっくり休みな。ああ、そうだ。来週末さ、今回の買収の件で祝賀パーティーを開くことになったから、あんたも来てね。そう、俺の同伴者として参加してくれない？それじゃあ他の女性と組まないといけなくなるじゃん。お姉さん知ってる？あそこに来る人たちってみんな俺と組もうとしてくるんだよ。そんな狼の巣みたいなとこに俺を一人で行かせる気？ねえ、お願いだよお姉さん、一緒に行ってよ。ね？いいえ、お気になさらないでください。
弁護士さん、あまり緊張しないでください。坊ちゃんは弁護士の仕事が大変だと理解していますから、あなたを責めたりはしませんよ。ええ、大丈夫ですよ。旦那様もご多忙だねと笑っておられましたので。坊ちゃんから聞いておりませんか？今回のパーティーはパックスの関係者だけではなく、泉家と親交のあるご家族様やビジネスパートナーの方までいらしていますからね。さすがは泉家が認めたお嫁さんですね。とても立派だ。むしろ両家は昔からの付き合いですからね。お嫁さん、まだ結婚もされていないのにですか？あなたの息子さんの話でしたら結構ですよ。あのような悪い友達とばかりつるんでいて、白川家に気に入られるわけがないでしょうに。失礼な人ですね。そういうあなただって白川家に縁談を持ちかけようとしていたじゃないですか。まあまあ、二人ともやめなさい。弁護士さん、どうかされましたか？はい、昔から両家は仲が良く、坊ちゃんと白川家のお嬢様たちも幼い頃からの友達で、とても仲がいいんですよ。白川家は主に高級ホテル、高級レストランなどに携わっており、パックスグループとも協力しています。なので坊ちゃんは今でも頻繁に彼らとビジネス上のやり取りをしているんですよ。
それは白川家の一番上のお嬢様のことでしょうか。なるほど。もし長女の方でしたら、その人はいつも坊ちゃんの面倒を見て。藤崎さん、やっとお着きになりましたか。社長と取締役会長が会場でお待ちです。どうぞこちらへ。わかりました。ありがとうございます。それでは弁護士さん、行きましょうか。弁護士さん、坊ちゃんの左側にいる方が私たちの旦那様です。そして右側の方が白川家の長女、白川ゆかりさんです。向かいにいる方々はパックスのビジネスパートナーで、旦那様とも親交のある先輩方です。やっと来てくれたね。ずっと待ってたよ。紹介するね。この人が俺の父、あんたが前に言ってた風雲寺の泉清則さんだ。父さん、彼女が俺がよく話してるテミス法律事務所の弁護士。 K からよく君の話は聞いていたけれど、ようやくお会いすることができましたね。あまり気を使わなくていいですよ。うちの息子を手伝うのは大変でしょうが、今後とも
何卒よろしくお願いします。では、私のことは遠慮なく清則と呼んでください。こちらは白川グループのご令嬢、白川ゆかりさんだ。彼女は兄さんのフィアンセで、俺のお姉さんにあたる人だ。私たちは本当にご縁がありますね。え、知り合いなんですか？知り合いと呼んでいいのかは分かりませんが、前に一度だけ会ったことがあるんです。その時も妙に話があって、誰なのか気にはなっていましたが。なるほど、ケイ君の友達だったんですね。なるほど。それじゃあ続けるけど、こちらの方々はパックスのビジネスパートナーで、佐藤さん、田中さん。それでは皆さん、今宵のパーティーを存分にお楽しみください。私は少し失礼いたします。ああ、構わないよ。私のような年寄りと一緒にいても居心地が悪いだろうから、若者は好きにしなさい。日頃から将来を見据えるように言ってるのですが、人の話を聞きませんな。別にいいさ。それに東、お前も昔はああいう性格だっただろう。どうしてそこまで気にするようになったんだ？
それで苦労をしてきたからこそ、ケイ君には同じ道を歩ませたくないんですよ。私たちは年を取り、その半生を心配することに費やしてきた。子供たちも大人になった今、彼らの将来は彼ら自身に委ねるとしよう。私はただ一番楽な道を歩ませたいだけです。ただケイ君は自分の考えを持っている子ですから。いえ、何でもないです。忘れてください。東、人生に叶えたい夢がなければ富を増やすことに何の意味がある。私たちはあまりにも多くの悲しみを経験した。だからこそ彼らのような恋を私たちの最後の浄土としよう。よし、ここなら誰もいないし、ゆっくりと話ができそうだな。単刀直入に聞くけど、最近何かあった？ここのところ、俺のこと避けてるでしょ。一体どうしたのさ。お姉さんの嘘つき、こないだだって俺を置いてこっそりバーに行ってたでしょ。一体何がお姉さんにやけ酒を飲ませたのさ。いろいろ思い出そうとしたけど、お姉さんが怒ってる理由は俺にはわからなかった。けどよく考えてみると、あんたは東さんに会った後からおかしくなったよね。彼があんたに何を言ったのか教えてくれる？そんな下手くそな演技じゃ俺をごまかすことなんてできないよ。彼があんたに何を言ったのか教えてくれる？育った環境？どこが違うのか詳しく教えて。正直俺だってああいう会合は好きじゃないし、謀略が見えすぎてる人たちと笑顔で話すなんて
そんな経験いらないよ。そういう話をしたってことは、政略結婚のことも聞いてるよね。はっきり言っとくけど、泉家には政略結婚なんて伝統はないよ。姉さんはいい家柄の生まれだけど、兄さんとは幼馴染の関係で、二人ともちゃんと心から愛し合ってる。それに泉家の実力があれば、政略結婚なんかしなくてもビジネス界の地位を維持できるからね。前にも言ったかもしれないけど、俺の父さんは利益のために息子を売るようなことはしない。だから俺が別の人に奪われるとか、そんな心配はしなくていいよ。そうなの？でもこれ以上放置してたら、あんたは多分俺から逃げてたよね。ずっとそばにいてくれるって約束したのに、もう忘れちゃった？だね。俺が何を思っているのか、あんたも知ってるだろ？他の誰も関係ない、俺たち二人の間にあることってさ。あんたがこれまでに何を聞いたにせよ、何を考えたにせよ、それは俺たち二人だけの問題だ。二人だけのことなら、二人で一緒に解決しよう。どんな時でも必ず、あんたのそばには俺がいるから。だから俺を避けないで。俺は、あんたのことが…父さん？急にどうしたのさ？なんだ？もしかして邪魔してしまったか？お前のおじさんたちが来たから、ちょっと顔を貸しなさい。わかった、今行くよ。悪いけど、ここで待ってて。すぐに戻るから。
彼を行かせたくなかったですか？年も近いことですし、私のことは名前でいいですよ。あなたの好きな人というのは、ケイ君のことだったんですね。もちろん何も言ったりしませんよ。これから先どうなるか、どうしたいかはあなたが決めることですから。ただ前にも言ったように、どんな選択をしたとしても悔いが残らないようにね。もう家まで送り届けてきたのか？ああ、こんな時間だったし、すぐに家まで送ったよ。私はてっきりもう少し話してくると思っていたんだが、まさかこんなに早く帰ってくるとはな。父さん、何言ってんだよ。俺ってそんな甘えん坊な人間に見える？
今度こそちゃんと会わせたけど、彼女のこと父さんはどう思った？おっとりとした性格に教養もあって、礼儀正しく、それでいて自然体だった。道理でお前が虜になるわけだ。虜って、それはさすがに言い過ぎだろう。そう意地を張る必要はない。彼女が階段から姿を現した時、お前の目はすぐに釘付けになっていたぞ。気づかれていないとでも思ったのか？あれはただ、父さんが彼女に会いたがってたから少しでも早く会わせられるようにと思って。そういえば父さん、来週からまた出かけるんだって？来週末にはもう飛行機の中だ。今度もまたしばらく留守にすることになる。どうした？父さんが家にいたらお前の告白の邪魔になるか？早く告白する気になったのか。まあ、東さんから何を言われたのかわからないけど、なんだか最近彼女が俺を避けてるような気がしてさ。だから彼女にこのまま逃げられるわけにはいかないから、俺が一歩踏み出すことにしたんだ。実は今日もあと少しで口に仕掛けたんだけど、こういうことはやっぱもっとちゃんとした場で伝えるべきだと思う。そうだな。それでこそ私の息子だ。Yeah.